水彩スケッチの描き方その13は朝顔を描くです。朝顔はその涼しげな感じがこの猛暑の夏には美しく感じます。はがきサイズの水彩紙に描くにはちょうど良いです。團十郎はまだ今年はうまく咲いてくれていないので、今咲いている朝顔で描き方を紹介することにします。朝顔の葉っぱは実際はびっしりとあり、花も思ったようなところには咲いていません。それを画面上で少し構成して描いています。一度画面全体を実際と同じようにびっしりと描いてみましたが、あんまりよくありません。やはり髪の白さを残した方が良いようです。今朝の朝顔はこんな感じに咲いていました。鉛筆書きが終わり、彩色に入ったところから紹介します。先ほども言ったように実際とは違って画面上で構成して描いています。花は左下と右上に配置しました。その左下から描き始めました。両方ともやや紫がかった赤い花です。オペラやマゼンダにコバルトバイオレットを混ぜてこの微妙な色合いを作っています。コバルトバイオレットはライラックに比べて一旦固まると溶けにくい感じがします。十分水で柔らかくして使うようにしています。同じ赤紫に見える花びらですが微妙に色合いが違います。それは花びら自身の色合いの違いもありますし、光の当たり具合によっても違ってきます。それを描くことで薄い花びらの中での立体感を表すことができます。花びらの白く線のような部分ですが、これは後から水を含ませた筆で色を抜いても良いのですが、私は最初からこの部分を塗り残すようにしています。葉は明るい部分から色を置いていくのが普通ですが、この時はやや濃い青い部分から色を置いています。これは花びらに対して葉の濃さをどのぐらいにしようかという見積もりを立てる意味もありました。葉の明るい部分は黄色っぽいのですが、ちょっと黄色っぽすぎるかもしれませんね。画面上で構成していると言いましたが、葉っぱの形を変えているわけではありません。位置を少し変えています。ただ葉っぱに落ちる陰影もやはり自然に描きたいので、できるだけその陰影をありのままに描いています。前回葉っぱをありのままに描いて全体が重い感じになってしまいましたので、今回は画面の下の方をやや濃いめに、画面の上の方は白い紙の余白を残して明るめに描こうと考えています。葉っぱが重なって奥の方は濃いですから、それを描いているところです。これを描くことで画面に奥行きが出るはずです。画面の上の方の葉っぱは実際よりも明るく描いています。花びらの茎の部分は白いのですが、それが影になっていますから、ややグレーで紫色っぽく見えます。そこを私はジョーンブリアンにターコイズブルーやセリアンブルーをちょっと混ぜて色を置いています。今回はアイボリーブラックやペインズグレーは一切使っていません。花びらの中心のめしべを浮き立たせるためにグレーっぽい色を置いています。実はこれはパレットに残っていた汚れのような色を溶かして使っているのです。ですから先ほどペインズグレーなど使っていませんと言いましたが、もしかしたら混じってるかもしれませんね。全体が出来上がってきましたので、また花びらに色を足して仕上げにかかっているところです。この時のさじ加減はいつも難しいですね。濃い部分に色を置いて画面を引き締めるようにしていますが、あんまりやりすぎると花びらの柔らかい感じがなくなってしまいそうです。絵を少し離して全体を見ると、
葉っぱのコントラストが少し弱いような気がしました。そこで葉の濃い部分に色を置いているところです。だいたいこんな感じに描き上がりました。私は青い朝顔の方が描きやすいのですが、今回咲いていませんでしたので、この花で描き方を紹介しました。朝顔は夏ならではの花ですから、ぜひ描いてみてください。それでは水彩スケッチの描き方をこれで終わります。